高のコンディションです。サッカーパラノイアの皆さん、こんばんは。試合開始の笛です。ロベルト・バッツ、カット、ラムー、パスを回す。5分過ぎました。ナサル、セルニ、パスをつないで様子を伺います。奪った。さあ速攻か。細かくつないで、デュピエ、カット。さあどう攻めるのか。不正、デュピエ、ナサル、デペトラ、素早いパス回し、ビレスルー、果敢にスライディング、短くつないでいる。ドリブル突破、デペトラ、セルミ、グラウンダーで中へ上げた。コーナーキックを得ました。直接狙ってくる。デュピエ、これから反撃だ。デペトラ、おっと奪った。イメロ、パスを回す。まさかのメスティ、コーナーキックです。ヘディングでクリア。インツァーキ、イメロ、でペトラ、シュート、ブッポン。インターセプト、よし、カウンターアタック、つながりません。ラムー、うん、マークは大丈夫か。ここでカット、カット、ふわっと上げる、中へ放り込む。スペースを埋めないと。ニアサイド。前半戦終了です。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気は必至。後半戦キックオフ。ルイス・エンリコ、これはゴールキック、助かりました。奪った、よし、カウンターアタック、ラムー、ここからのシュート、ロベルト・バッズ、インツァー、シュート、ハリサレス、コーナーキックを得ました。ああ、間に合わなかった。しかし常に前へ前へと
ゴールへの意識の高さを感じさせてくれますよね。体を入れてきます。シュート、アルベルテ、カンナバール、おっと奪った、攻めきれません。スルー、シュート、これはゴールキック。デウピエロ、でペトラ、カット、デウピエロ、イメロ、つながりません。ルイス・エンリコ、ラムー、ウルハイス、ゴッと奪った、シュート、スペインなかなかゴールを割らせません。ウルハイス、スルー、パスをつないで様子を伺います。インザーキ、スローインです。しかしこれは決まらず、スペインなかなかゴールを割らせません。ルイス・エンリコ、ディビアシオ、試合終了の方針、両チーム無得点で引き分けとなります。イタリアゴールを決めることができませんでした。さて早野さんに